はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらの明鏡高校デビューガチャを引いていきたいと思います。まあ、明鏡高校がね配信になりましたので、明鏡4人組が、ガチャとして登場しております。まあ、一番上の、音吹かなでちゃんが、彼女キャラで、左の大声くんは、野手で筋力キャラで、下の伊能くんは、投手で変化球キャラで、右の紫藤さんが野手で、打撃と走塁の得意練習2種類持ちという形になってます。まあ、ただ通常のね紫藤さんは、得意練習2種類持ちで固有ボーナスがねついてないので、ちょっとタックが弱いかなという印象になってます。でアプリの方ではこの紫藤さんの別バージョンですね、バレンタインバージョン、まあ、厳密にはエプロン紫藤っていう、キャラクターなんですけれども、そちらが登場してて、そっちの方はね、固有ボーナスも、ついている形になりますので、まあ、今回はねいずれ来るであろうエプロン紫藤さんのために、その通常紫藤さんを、まあ、なるべくかき集めたいと、解放用にというような、意図でガチャを引いていきたいと思います。で、まあ、今回は50連まであって、まあ、50連目でバナー SR1 枚確定というのがあるんですけど、まあ、30連でもね、バナー SR っていうのがあるんですけど、まあ、結構50連まで引くときついんですけど、まあ、8月26も近いんで、どうしようかなとは思ったんですけど、まあ、せっかくなんで50連引いていきます。じゃあ単ガチャは引ける、いきましょう。単ガチャプラス50連っていうところかな。だからもうこういうところはもう全部紫藤さんが欲しいよね。うん、伊能くん。ただ伊能とね、大声くんもね、別に悪いキャラじゃないんで。ただ伊能くんに関しては、金縛りっていうね、金徳で、結構貧瘍ポイントを使うんですよね。そこがまあネックかな。珍しい金徳ではあるんですけど。あれ、ちなみに10連目ってなんだっけ ?PR 確定の出現率2倍だっけ。一応虹玉が出たんで1枚は入ってますと。ただ確定枠のところじゃないので、まあ PR 紫藤さん、うん、おお護衛くんが出た。大護衛くんってあんま使ったことないんだけど、パワーヒッターは持ってるんだっけ、ちょっと分かんないけど、一応大護衛くんはゲットしましたと。じゃあ20連目、ここは SR が確定してますね。あと、そうそうそう、なんか確率表示みたいなのも今回からあるので、まあ PSR 0.5%、 SR 3% っていうのが、能見さんいいね。能見さん PSR 手に入れたからな、ちょっとマジで欲しい今。東雲ね、東雲も俺の中ではすげえ好きなキャラなんですけどね、いかんせんタックがちょっと弱い。コツがねマジで優秀、東雲くんは。まあ、あと金徳のねアイコンタクト、二遊間作るときにはもう東雲くんは入れてますね。で3回目、ここはバナーですね。毎回毎回ちょっと言いますけど、PSR50 の東雲くんは技術ボーナスがつくんで、まあそれをね使うことができれば結構火力は上がるんですけど、大声くん、紫藤さんのある、紫藤さんあんまり集まらないな。とりあえず PSR が、あ PSR って PR が1個出たっていうところで、あと紫藤さんはね通常バージョンはアンダ製造機なんで、まあ、パワちゃん用にねアンダ製造機キャラを作るときにはいいかなと思いますけれども、うん、安定の1枚だね。おお紫藤さんありがとう。かなでちゃんはどうだろうね、キャッチャーの時にミラクルボイスを確定でくれるんだっけ。ミラクルボイスのな、その使いどころがなんかすげえ効果あるのかどうかっていうところがいまいち分かんない。球界の頭脳はねキャッチャーに関してはかなりいいと思うんですよ、実能力的には。
さて最後の50連目、ここは2枚。おお、紫藤さん、これはどうしようかな。重ねないで母体1枚ずつとして取っておこうかな。大声くん、大声くんよく出てくるな。大声くんはもう重ねちゃおう。で明鏡4キャラは別に普通の常設キャラなんで、まあ引いていけばいずれはちょいちょい溜まってったりすると思います。ウィークリーガチャ、ここ最近引いてない、ここ最近引いてないけど引いときましょうか。あるし15個今となって15個も貴重なんだけど、うん、出ないね。まあ、ただまだ分かんない、出ないね。いらん。カラスマはマジでいらんという感じで、まあ、今回、明鏡高校としては大声くんと紫藤さんを手に入れることが、できましたので、まあサクセスの方でもねせっかくなんで、使っていきたいと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。